こんばんはー。こんばんはー。セミヤさん、こんにちは。グリドールさん、こんばんはー。ありがとう。一番取れたよ。ハロー、のっしゃん、ハロー。ハロー、ハロー、ハロー。セミヤさんもハロー。グリドールさんもハロー。今日は、エイペックスやろうかなーって思ったんだけど、待って、マイクオンになってる？なってるか。なってる。なってるです。なってるです。ありがとうございます。今日はエイペックスやろうかなーって思ったんだけど、なんか、ずっと映画が見たくて、で、その映画を、まあ、今見ようと思って、ふと思い立ったので見ようと思うんですけど、みんな興味ないかもしれないけど、もし興味あるよって思ってくれる人がいたら一緒に見ましょう、映画を。なんかですね、ちょっと待ってください。この私の画面で同時視聴できますので この私の画面で同時視聴できますので、よければね、Amazon プライムに入ってる方は、無料で見れる映画だっていうのと、Twitch のアカウントとアマプラのアカウントを連携すると、Twitch の配信画面でこの映画が見れますので、よければ見てくださいまし。連携してね。泣ける系は苦手だけど、ゆきちゃんとデートって思ってみる。見てくれんの？やったね。ありがとう。余命10年さん、経過時間があるから余命10年。まあ別にいいけどね。もうなんか、余命10年もいらないなって感じだけどね。私的にはね、もう。生に執着心がないので。本当に。ゆきちゃん、こんばんは。こんばんは、ぐみさん。で、昨日さ、オーバークックの配信、コラボ配信してたじゃん。でさ、そのオーバークックのコラボ配信でちょっとコメントくれてたのになかなかこう反応できなくてごめんね、みんな。ありがとう。見守りにちらっと見に来てくれて。またまたそんなこと言っちゃって。でもさ、生きることにさ、執着がある人ってさ、今が楽しい人だと思うんだよね。だからさ、まあ、今が楽しくて、なんかもうかけがえのないものがあって、でも楽しい楽しいってなる人だと思うんだけど、私は別にそんなことなくて、こんなこと言ったらあれだけど、こんなこと言ったらあれだけど、なんか、もう別に、なんか痛みがないならいいなとか思っちゃうタイプの人間なんですよね。よくない。俺に死ねと、ゆきちゃんなしで生きていくわけない。大げさすぎんこ それは大げさすぎんか。そんなさ、またまたですよ、こっちからしたら。そんな 疲れてて爆睡しちゃった昨日のやつ。全然いいよ、もう本当に寝落ちに使ってくれ、マジで。ありがとう、見てくれて。見に挨拶しに来てくれただけで嬉しいよ。私はじゃ45分からスタートしようかなと思ってるんですけど、これちょっとさ、ウォッチパーティーのやり方忘れちゃった。どうやってやんだっけ？多分これを、こうして、ああして、こうすればいいんだと思う。なんかさ、まだパソコンつけてない、待って。40、あと2分ある、あと2分ある、大丈夫、大丈夫。あと2分あるから。45分になったら、スタートってやるから。でさ、あんまり日本映画って見ないんだよ。海外の映画ばっか見てて、だから、結構ね、評判良かったんで、泣きたいなと思って選びました。アカウント連携やんなきゃ。はよう、はよう。もうあと何秒？あと1分以内だよ。スタートしちゃうよ。しちゃうよ、しちゃうよ。ちょっと待って。今何秒？今何秒？あと45秒。あと45秒だよ、みんな。みんな。みんな、みんな、みんな。見てくれるの嬉しいな。なんか、平日のさ、水曜日の夜だしさ、もう、私と一緒に映画見てくれる人なんかいないと思ってた。ありがとう。ありがとう、見てくれて一緒に。あと、もうちょっと。40、
15秒前でございますよ。いいですか？まあでも多分最初の方は別に遅れても大丈夫っしょ。最近冷静に年取ったなって思った。まだ高1。嘘。全然それはもうマウントだ。あ、やばい。5、4、3、2、1、スタート。あ、まだだった。どういう状況これ。どうなってるこれ。まだ映画始まってないよね。え、始まってる？始まってるかも。ちょっと待って。どこで見るんだっけこれ。なんか数秒遅れてるような気がするけど、いいか別に。大丈夫かな。あ、始まった？始まってるね。ちょっと待って、タイマーがさ機能してないよ。ちょっと待って。てかさ、これ成人向けに指定されてる可能性がありますと書いてあるわ。マジ？いちいちなシーンが出てきちゃうんか。困るぜそれは。タイマーちょっと、タイマーが、違いますよ。あ、これでいいですか？あ、大丈夫そう。困るの？困らんの？みんなは。これでいいかな？え、画面真っ黒？見えてない？見れてる？これ。え、ゆきさんの画面が見えない。あ、それはしょうがない。私の顔が見れないのはしょうがない。ウォッチパーティーやから。映画がメインになっちゃう。え、声は見える？声は聞こえる？ちょっと映画どころじゃないって、マジで。私の声は聞こえますか？声聞こえてる。あ、オッケーオッケー。じゃあ、声だけでっていう感じで。まあ、後でね、顔も見ながらやりたいっていう場合は、ちょっと、2画面同時に。なんか左向きさんの画面の場所あるけど。あ、マジで？ちょっと見てみるわ。自分の配信を見てみるね。コメントの上ね。ああ、ここね。ああ。ちょっと待ってね。本当だね、真っ暗だね。もう泣いたわ。泣くな泣くな、早いぞ早いぞ泣くのは。小松菜奈って可愛いよね。私結構こういう系統の顔の女の人好きなんだよね。あいみょんとかさ、小松菜奈とかさ、すごく時代を感じるビデオカメラ。ちょうどいい今の時期にいい映画なんじゃない？これ桜だし。ちょっと濃い顔ね。あ、そうそうそう、こういうお顔好きなんすよ。アンニュイな感じの。こんゆき、あ、わんこさんこんばんは。今映画見てるよ。映画見てる。さっき始めたばっかり。
4分しか経ってないからまだ全然間に合います、一緒に見るのに。米倉さんの顔が好き。ああいうなんていうの、キリッとした顔が好きなんだ。美人系が好きってことね。またお涙頂戴します。泣きたくてこの映画を選びました。なんかお母さん感やばいな、この人の。お菓子持ってくるから私の分もちょうだい。うん、うわー、あれじゃない、ここのグルメの人じゃない、お父さん。バスタオル用意した？用意してない。おい、ねえねえ、人参はおやつじゃない、入りません。あー、わ、黒木華や、かわいい。はい、チーズ。ここのぐらい名前忘れたけど、なんだっけあの人の名前、忘れちゃった私も。黒木花マジで可愛い。とっても好き。日本の女優さん結構なんか海外映画しか見ないからかと思うけど、こう親しみやすさがあっていいですね、やっぱり。ああこういうのでいいんだよみたいな人。あー、うわー、実家の自分の部屋を思い出すな。こんなボードはなかったけど、これいつのドラマ？2022年って書いてあるから最近だね、結構。思い出した。なんかさ、あのさ、うな重みたいな名前の人だなって思ってたんだけどさ、その人、その人、ほえー、2022って書いてあった。じゃああれなんだね、あいみょんじゃない小松菜奈さんと菅田将暉さんが結婚した時ぐらいに公開された映画なのかね、これ。よいしょ。このさ、映画のさ、なんていうのかな、そのシーンっていうの、こう病気の時のシーンとか、私さ大きい病気したことないからさ、全然こう病院の感じとか、入院とかもしたことないんだ私。なんか無駄に元気で、骨折とかもしたことないし、なんか大きい病気したことないからさ、あんまりこう感覚が分かんないんだけど、やっぱリアルなのかね、映画とさ、リアル、あの本当の病院っていうのは。元気が一番、本当にそう、それは本当にそう、健康が一番よ。あー美味しそう。あ、ねえ、こういうさ店員さんにさ写真撮ってくださいとかさ、え待って、キングヌーやん、キングヌーおるやん。え、そうだよね。なんとか風邪ひかないってやつ、バカにしてんな、バカにしてだろ。え、キングヌーの人おるやん。キングヌーの人ってさ、どの映画にもいるよな。この前見た日本映画にもいたわ。井口さんだ、井口さんだっけ？あ、そうそう、井口さん。例えば誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり失ったりして初めて犯した罪を知る。かわいい。
退院したっちゃしたけどさ、これって本当はさ、完治して退院したとかじゃないのかな。なんかそんな感じするよね。まあタイトルからして。上野駅。治療法なしってさっき書いてあった。ああ、そういうことか。さっきちょっとその治療法なしのところを見てるときに、なんとかは風邪ひかないとか言われて切れてたから、ちょっと忘れてた。ごめん。いいよ。許す。こういうさ、お仕事を紹介してくれるお友達超貴重よ。いやー、そのさ、病気したりとかさ、経験がないからこそこういうのがあんまりこう実感できないんだけど、なんか大病を患ったことない人こそさ、年取ってからが大変とか言わない？だからちょっと怖いんだよね、私。なんか自力で動けなくなるとかさ、迷惑かけるんだったらさ、なんか早めに太く短く終えたいとか思っちゃいたい。思っちゃうタイプ。うん、ちなみにマジでお母さんがお母さんなんだけど、お母さんがお母さんなのよ。元気だった分の反動みたいなのがあるってこと、なんかそうなのかなって、その絵を見る感じは思ってた、私は。実家。裕福なご家庭。こういう年金とかさ、保険とかさ、こうだから健康だからこそさ、あんまり実感しないけど、私はこうやって苦しんでる人とか病気の人とかの力になれてるんだったら、まあええよな。恋愛ね。いつこの病気になったんだろうね。ねえ、お父さんとお母さんのさ、典型的なさ感じするよね、この二人。ちょっとふくよかでみたいな。で、お父さんガリガリなの。うちのお父さんとお母さんと同じ。うちのお父さんとお母さんと同じです、この感じ。こんばんは、ゆき様。あ、こんばんは、かわいさん。今ね、映画見てんだよ、今。アマプラに入ってたら一緒に見れるよ、映画。なんか、お母さんがちょっとふくよかでさ、なんていうの？ぽっちゃりとはまた違うんだけど、こう、お母さん味があって、で、うちのお父さんも、このちょっと、細いんよな。わかる？え、わかる？え、だよね。なんかさ、マジでさ、理想のお母さん像っていうの？お父さんお母さん像、こんな、病気でもやはり今度はちゃんとばあちゃんに手合わせようと思った。うわ、そうだね。そうだよね。今私、おばあちゃん両方とも健在だから、おじいちゃんも。なかなかその身近な人の死とかそういうのはないんだけど、亡くなったらもう会えないからね。私も会いに行かなきゃな。包容力がね、あ、そう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 。お母さんあるあるじゃない。
うちのお父さんってこの松重さんに似てるかも。はあ。ちょっと話脱線プラスしんみり雰囲気すいません。全然いいんだよ、そんなの。こうやって雑談しながら見ようと思って同時視聴したんだもん。みんなの話いっぱい聞かせてくださいまし。コメントしてくれるの嬉しいよ。ね、同窓会ってさ、私行ってないんだけどさ、二十歳の時の、成人式は、うわ、イケメンすぎんか。したイケメンだな、めっちゃ。坂口健太郎、顔がいいな、お前マジで。僕と目の数同じじゃん。私も同じだが、なんなら鼻と口の数も同じだが、どや。私だって髪の毛生えてるし。ああ。でも大体同窓会ってさ、25とかさ、30代になる前ぐらいにやるのかな？招待来てないな、まだ。どやー、どやー。まあ、嘘つくしかないよな。でもさ、病気とかってさ、お酒飲んでいいタイプのやつとかなのかな？急に振られて。いや、もうこんな坂口健太郎がさ、同窓会に来たらさ、女がほっとかねえだろって思うんだけど、どう？なんかどよめくでしょ。会場がさ、坂口健太郎が来たら同窓会に。もうこの、その場の女子全員隣座りたがるでしょ。タイムカプセルか。覚えてないな。そんなの埋めたっかな。なんて書いてあるんだ？なんかめっちゃ今思い出したんだけどさ、小学校の時にさ、林間学校ってあったんだけど、林間学校のなんか海の家っていうかさ、なんかそこで将来の自分に、高校生ぐらいの自分に手紙を書くみたいなのをやって、でその高校生ぐらいの時に自分の住所に送られてくるって、その手紙がっていうのがあったんだよ。でさ、私さ、そこでさ、なんか「わお、好きな人はいますか？何してますか？」みたいな感じで書いたのを思い出したわ。で、なんかその小学校の時に好きだった木村くんっていう人がいるんだけど 木村くんっていう人がいるんだけど、木村くんのことまだ好きですか？みたいな感じで書いてたわ。高校生の時に思い出した。全然好きじゃなかった、もう 高校の時 木村くんのこと。なんなら木村くんと全然違う高校行ってたから覚えてなかった、木村くんのこと。懐かしいなぁ。でも同窓会誘われたら行きたいけどなぁ。みんな何してんだろうなぁ。ただの人見知りか 人酔いかな？人酔いで酔っちゃったんかな？
いや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 、覚えた覚えた。覚えた覚えた。なんかすごい、うわー、甘酸っぱ思い出。ねえ、やばい、ちょっと待って、記憶が今、もうな、やばいやばい、記憶がすごいバーって出てきたんだけど、私も裁縫道具持ち歩いてました、中学校の時に。謎に 謎になんか小さめの裁縫道具持ち歩いて女子力アピしてました、そういえば。うわー、懐かしい。懐かしいです。一回も使わなかったですね。なんだそれ。 ね。なんかバンド、絆創膏と、裁縫セット、小さいやつを、なんかポーチに入れてた。で、そんで、なんか、何かあった時のためにと思って、なんかすごい忍ばせたよ、カバンに。女子同士は裁縫道具見せ合ったりするの？いや、全然そんなことしません。全然しませんね、そんなこと。見せ合ったことないよ。お、こっち側の手紙や。部屋汚っ。うちの部屋より汚いやん。え？意味深なしいな。ゆきちゃんの部屋散らかってるんか。あ、うちの部屋散らかってます。特にですけど、服で散らかってます。いつも着る服をですね、床にペッと置いて出かけて、家帰ってきてから、あー、これ悩んだ服だなーっつって、週末に片す力があれば、元気があれば片してます。掃除しよっか。PC も掃除するよ。うわー、頼みてー。頼みてーよ。ちょっと私 PC そういえば買ってから一回も掃除してないから、掃除しないかんわ。埃とかありそう。なかなか雇ってくれないよね、病気でさ。なんかもしかしたら死んじゃうかもしれないってなる人のさ、なんか感じだとやっぱり任せられる仕事が少ないじゃん。なかなか難しいよね。どういうお仕事だったらできるんだろうね。それこそ派遣というか、なんか先が決まってる仕事みたいなのなら、まあ、ワンチャンあるのかな。難しいよね。先が決まってる仕事なんてないでしょ、この世に。そうなると内職とか？ああ、なるほどね。あ、それは難しいかも。死んでないっていうのはこの物語のちょっとが終わっちゃうんで分かってるけど、どうしたんだろう、坂口健太郎は。内職か。なんかそれこそさ、まあ、配信とかさ、そういうお仕事はどうなのかな？
これ一緒に見えるのすご。あ、ソメティさんだ。ねえ。寝る、一緒に見る？見てくれないと思うけど。見れるよ。見れるよ。アマプラ入ってたらね。なんかさ、寿命が決まってる人がさ、自分がもういつ死ぬかもわかんないっていう人たちが、なんかこう自殺する人を見るとどう思うんだろうね。まあそうなるよね。なんでこの2人に連絡が来たんだろう。連絡最近取った2人だからか。あ、この人も結構イケメンだな。ね、そうだよね。イケメンいいな。まあ、人の環境はそれぞれだから、人のことどこになんか決めつけたり責めたりできないけどさ、こういう友達を大事にすべき。そうだね。なかなか自分のことを思って怒ってくれる人もいないよね。でもなんか死にたくなるのかもしれんな、確かに。そういう感じなんだ。そんな生きる意味なんてさ、持ちながら生きてる人なんかそっちの方が少ないでしょ。ちょっとね、ズルだと思うんだ。ズルだと思うんだ。まあでもそうか、羨ましいか。健康な体が思ってて、この先の未来がめちゃくちゃいろんな可能性があるのに死を選ぶっていうのはずるいって思うのか。寿命がある人は、余命か、寿命じゃなくて。ずるいか。ちょっと命の重さについてとかは、なんか大それたこと言えんけどさ。なるほどね。まあそうだよね。でもさ、誰しもさ、別にさ、余命とかなくたってさ、もしかしたら明日死ぬかもしれんやんか。だからさ、なんていうの？明日死ぬかもしれないって、交通事故とか、何かしらの理由でもしかしたら健康な人でも死ぬかもしれないからさ、なんか寿命が決まってるからとか、じゃあ寿命、余命が決まってるからとかでさ、あんまそんな決めつけられることでもないような気がするけどな。塩分制限とかあるんだ。食べたいものも食べれないのか。
でも、重荷。すごい。漢字とかさ、こういうこともするんだ。先生って辛いな。そうだね。結局、医者って、いっちゃん 大変な仕事だと思う。まあ一番とかないけど、仕事に。私には想像できないよ、お医者さんの辛さ。いいやつだな、お前。お酒とか大丈夫なのかが気になるんだけど、私は。でも本当にちゃんと有言実行してて、好感度高いな、この男。ちゃんとちょっと東京上京組で飲み行こうぜとか言ってさ、本当にちゃんと飲みに行ってるとこ、すごい。ポイント高いな。そういえばビールで思い出したけど、金曜日の飲酒エペのためにちょっとあれだな。お酒買ってこなきゃ。性格もイケメンやな。いいやつだよ。ただのさ、陽キャチャラ男かと思いきや、いいやつだぞ、こいつ。もうだって仕事、自分も仕事終わってさ、疲れてるのにさ、この場を設けて、そんでさ、二人が仲直り、あ、ごめん。ちょっと今なんか触っちゃった。二人が仲直りしようという、その、アシストまでしてくれるなんて、めちゃめちゃいい男だぞ、こいつ。モテるぞ、こいつは。二人とも状況把握能力高くない？もっと説明欲しいけど、私多分。何を？坂口健太郎の下上目遣い、かわいい。子犬みたい。かわいい。本当のこと言えばいいのにな。かわいいな、お前。素直だな。とってもいい子だな。それはお母さんだと思う。まあそうだよね。そりゃそうだよね。普通はね。
でも、かわいい。でもさ、その話については一個ちょっと言いたいことがあるんだけどさ、例えばさ、なんていうの？よくある話じゃん。そのさ、ご飯を満足に食べれないアジアの、東南アジアの子供だっているんですよ、みたいなさ、そういう話あるじゃん。なんか、それとこれとは話が別じゃねって思う時も私はあるけどね。そう、なんか行きたくても生きられない人もいるのに、そうやって命を粗末にするな的な話と、その東南アジアの子供は毎日満足のいくご飯だって食べれないんですよみたいな話って同じだと思わない？いや、もうそれとこれとは別で、今は自分が苦しいんやみたいなさ。そんな余裕なんかないみたいな人だっているよね、きっと。周りのことなんか見てられないよ、みたいなさ。このビデオカメラ、本当に、趣があるな。映像ねー。スマホでよくない？やば。エモ。このシーンエモ。でも思うけど、わかるな。家賃の心配しちゃうの。住む場所の心配しちゃうのわかるの。うわ、もう付き合ってんじゃん。うわー、甘酸っぱいです。甘酸っぱいです。ああ。やばい、憧れる。めちゃくちゃこういうの。めちゃくちゃこういうの憧れる。ああ。めっちゃいいな。うわあ。わあ、ちょっともうやばいわ。羨ましさで爆発しそう。いつか俺とゆきちゃんはこうなるのよ。桜の季節までじゃあ待たないかな。見返してるんだけど、好きじゃん。やばいね。もうやばいね。かわいい、かわいい。小松菜奈。やばいね。マジでかわいいな、今の。ほうほう。そうかもね。あ、そうかもしれん。そうかもしれん。どせちゃんの言う通りかもしれん、それ。しんど。ちょっと待って。急にしんどくなってきた。全然可愛くない。胸痛い、胸痛い。ちょっと待って。やばいやばいやばい。胸痛いって。あ、めぐみやん。懐かしい。久しぶりに見たな、この人。
よかったね、お仕事見つかって。そういうことかもね。あの頃のシーンを見返してたのかも。もっとテンション上げてけ。もっとテンション上げて報告しな。でもさ、こう家族3全員でさ、食卓囲んでんのガチでさ、ご家庭って感じ。待って、ちょっと待って、ご家庭の言い方なんかめっちゃ一個みたいだったな、今。やだな。すいません、ちょっと。ごめんなさい、ちょっと。忘れてください、今の。遅延ある？これ。さあ、私の配信とさ、映画で。結構、会った時あったからさ。前、やった時。どうなんだろう。話してる内容とか、大丈夫そう？このコメ読んでみて。はい、読んだよ。すぐ読んだよ。結構早く。2、3秒？あー、ね、なるほどね。オッケーオッケー。それぐらいならいいや。いや、それって映画とじゃないの？あ、そういうこと？そういうこと、そういうこと、映画と。ちょっとセリフ言ってみようか、私、今見てる。ちょっと待ってね。セリフの先読みできねえって似合ってる。あ、はい。今呼ばれていきました。オニオンスライスと、ジャガーバターと、山かけと、野菜炒め。野菜炒め。1秒ぐらい。あ、全然じゃあいいじゃん。大丈夫そう。それならもう常識の範囲内の遅延や。全然ずれてない。あ、オッケーオッケーオッケー。以前はひどかったから。そうなんだよね。前さ、なんかちょっとインターネット環境が悪くてさ、5分ぐらいずれてたんだよね。映画と私のこの解説が。やばかったね、あれ。ちゃんと飾ってる、捨てないで。絶対この2人、絶対この2人好き同士やん。急な運動とか大丈夫なのかな？脈あり。うわー、青春かー。でもさ、もう分かってんだ、私、この後の展開。どうせ急に病気が進行して、うってなるんだ、これ。幸せな日々の中で。もう分かってんだ、結末が。何これ。うわー、減塩レシピだって。うわー。秋になった、秋になった。お正月や。うわー、季節の巡りがこうやって見えるの、なんかいいな。冬、うわー、楽しそう。人生。ね。うわー、付き合ってんじゃん、二人。また春が来て。わあ。わあ。浴衣似合うな、君。
わあ、リア充だな。めっちゃリア充やん。めちゃくちゃドキドキする。いけー、いけよ、お前やれよ。男からだ、そういう時は。男から握るんじゃ。なんだよ、握んねえのかよ。小松菜が男に 友達に似てるんだけど 知らんよ、そんな 知らんわ、そんな イケメンだな。かなり似てる。へえ。イケメンじゃん、絶対。男顔ではあるよね、小松菜。女顔か男顔かで言ったら。わ、お姉ちゃんの結婚式？うわー、幸せだね。わ、ちょっと待って。旦那さん役の人もなんか見たことあるぞ、どっかで。わー。かわいい。私さ、結婚式とかさ、やんなくていいや、でも。恥ずかしいから。でも、ウェディングドレスは着たいな。写真だけ撮りたい。いいな、早くユキちゃんと結婚したい。そんな 願望爆発させてる方がコメント欄にいらっしゃいます。トイレあるある。変な噂話聞きがち。それ女子トイレ限定だな。まあ確かに男子トイレだったら個室になかなか入んないでしょ。幸せな日々だからこそ辛いな、そういうのやっぱ実感すると。男子は速攻で終わっちまうから、確かに 確かに。でもさ、男子トイレのシステム知らないけどさ、その、なんとなく想像でしか。男子トイレも個室にすればいいのにって思うけどね、私は。なんかプライバシーゼロじゃない？男子トイレって。なんであんなの？まあ確かにね。なんで？だってさ、嫌じゃないの？なんかあんな あんな丸見えで 嫌でしょ？個室の方が良くない？あ、でもなんか女子トイレばっか混んでるんだよな、いつも思うんだけど。それって多分さ、個室だからなのかもしれないね。嫌って人聞いたことない。そうなんだ。まあ男の人がそうやって言うんだったら別に個室じゃなくていいか。なんかいつもあるあるなんだけど、男子トイレと女子トイレって女子トイレだけ並んでるよね。男子トイレが並んでるとこ一回も見たことないかも、私。逆にもっと隠せよって人ばっかり。そうなの？ そんな堂々としてんだ、みんな そうなんだ、知らなかった どうも、嫁3年です。おい、もう。タイトルよりもさ、タイトルよりも短い人来たって。アラスカさん。ありがとう、来てくれて。中盤ぐらいですね、今。半分終わってな、たかな、終わってないかなぐらいの感じですよ、今。3分の1ぐらい。かわいい。ていうかさ、やばい。ちゃん付けで呼んでくれる男の人大好き。かわいい。坂口健太郎。いや、呼び捨てもいいけど、ちゃん付けで呼ばれたい。これね、俺出てるんですよ。マジっすか？ どのあたりっすか？ 同窓会のところとかの後ろの方かな？私もちゃん付けで呼ばれたい。好きな男の人に。
ドキ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 。うわ、こういうこと聞いてきちゃうんだ。この坂口ってやつですね。いや、アラスカさんって坂口健太郎だったんだ。そんな、そうなんだ。ええー。ちょっと、連絡先交換とかって。嘘嘘。もし坂口健太郎でもね、連絡先は交換したくないですね。芸能人と絶対付き合えないわ。いや、何を言ってんだって話ですけど。嫉妬で狂っちゃうもん、私多分。他の女と演技してるとこ見たら。こういうシーンとかね。こういうシーンとかね、多分ね、嫉妬で狂ってね、見れないので、多分。演技だと分かっていても。え、かわいい！かわいい！やばい！素晴らしい！ちょっと待って、やばい。最悪じゃないって言う。性別超越しとるって。何言ってんだ。じゃあ連絡先もっといらないわ。ゆきさん大興奮。え、やばい。本当にやばい。かっこいい。え、こういうオズオズした感じの、なんかさ、オラオラして引っ張ってくれる系の人じゃない人がさ、あの、こう、なんていうの、リードしてくれる時のキューンっていう、なんかときめき加減やばい。なんでよ、なんでよ、なんでよ、なんでよ。勇気出したんだよ、この子も。やだー。なんでよ。くっついてよ。お願いだよ、くっついてくれよ。あ、やばい、もう、顔見てるだけでもうなんか、胸が痛い。やばい。だって、はぁ、テスラ握ってくれなかった。握る勇気もなかったあの男の人がだよ、ギューって抱きしめてくれたのにさ、はあ、無理、合わなかったからして、もういいっていいって、潔癖症の人おるって、なんかさ、すごいさ、あの。なんていうのかな、こういう奥手の男の人がさ勇気出してくれたところ見るとさ、めちゃくちゃドキドキするな。超好きだわそういうの。なんかそんなに私のこと好きでいてくれるのかなってすごいなんかキューンってする。その奥手でなんかあんまりグイグイ来ないタイプの人がグイッと男気を見せてくれたときに、あ、そんななんか普段そういうのじゃないのに、こう男気を見せるほど私のこと好きなんだ、キューンみたいなしますわ。まあでもね、未来が分かってると恋しようなんて思えないか。難しいよな。そうなんだ。キュインキュインキュイン、もう胸がキュインキュインしてるわ。うわ、薬の量えぐいな。これを毎日飲まないかんのか。しんどいな。しんどいね、それは。削っていいよね、素晴らしい。どうしたん急に。急にどうしたん。ちゃんと話したい。うわちゃんと話したい。うわやばい、もう、めちゃめちゃときめく。やばい、かっこいい。坂口健太郎かっこいい。
やばい、ドキドキする、めちゃくちゃ。はあ。いやでも合うんだ。SMS 草。確かに。ちゃんと向き合ってあげてほしいな、でも。カズくん呼びなんだ。まあ進展を求めますよね、そりゃあね。なんか坂口健太郎ってすごい、うわー、やばい、しんどいしんどいしんどい、なんでそんなこと言うの。何も知らないのはあんたが教えないからだろ。大丈夫かな。これででもバレちゃうんじゃないか。めっちゃ景色綺麗やな。あの表情の人に書く。まあ、でもそうやってしないと止まってくれないと思ったからじゃない、やっぱ。この余命宣告受けた人の心境が分からんからなんと。それ私も最初の頃言ってた。この映画を見始めた時に、私は生涯元気だった、元気だから、病気してる人の気持ちとか、やっぱ、わかるとか、すぐ共感できるとか言えないなって話をしてた。いやでも今ここで告白するんかな、病気のこと。気分がこう高ぶったりとか、そういうことがあると病気が進行したりするのかな。めっちゃ声優しいんやけど。貧血でこんな対応しませんよ。教えたんだ、お父さん。うわぁ。うわぁ、ちょっと待って。うわあ、でもよく言いがちだよな、その受け入れてくれそうな人に対してさ、私はあなたが思ってるような人間じゃないよ、もっとクズなんだよ本当に。ですなんかそれさ、そういうのってさ、なんかさ、好きだからこそさ、なんか厳密してほしくなくてさ、そうやって言うんだろうなってわかる。
今より悪い状態になってほしくなくてみたいな。でもなんかやっぱりどう思ってると思ってると思ってるんやろか。何重になってる、その思ってるは。1234040敬語です、それ。わあ、手すり、あ、バリアフリー的なね。わあ、そういうのもちゃんと。わあ、うちのお父さんと喋り方めちゃめちゃ似てんだけど、この人。その段階か。結婚したのにお姉さん実家に住んでるんだね。やっぱ妹の病気があるからかな。針職？肺移植。病院ね。セカンドオピニオンとか大事って言うよね。でも、そうだよね、そうだよね。もうここに至るまでにいっぱい試したんだよな、もう。え、もうこのお母さんの表情だけで泣けるんだけど。やだ、もう。わかんないじゃん、そんなの。やばい、もう。やばい。お母さん、お母さんの傷ついた表情見たくない。もうちょっとやだ。そこで涙腺やられるて。俺も這いつぶれた時しんどかった。 なんで生きてるんですか？ なんで生きてるんですか？娘って親にこうやってキレがち。かわいそうとか比べるもんじゃないよ。治ったからよ。治ったの。 治ったの。よかったよ、それは。やばい、もうやだ。お母さんが泣いててほしくない。お母さんに泣いててほしくないって。だって、親の涙一番きついって、ちょっと。やばい、もう。井口、じゃあ、キングヌーの井口出てきたんだけど、ちょっと待って、また？お母さん、親でもちょっと、そういうのダメなんて。え？いいよ、そういうの。なんで祭りなん？
なるほど、同じ境遇の人ってこと。なんかキングヌーの井口さんってさ、どこにでもいそうな顔してるよな。シェフでもありそうだし、ミュージシャンでもありそうな顔してるわ。あ、やべ、何どうしたん？ 何どうしたん？急に。まつりちゃーん。私でもあんな風にさ、もう会いたくないとかさ、言われたらさ、私、そうなんだよな、次とかさ、ないんだよな、本当にそうなんだよな。なんかさ、なんかさ、そっか、やばい、マジで泣きそうなんだけど。いいこと言うじゃん。ハロー、ユキ。あ、リンゴさんハロー。ハロー、今映画見てるの。え、いい人だな、マジで、おやすさん。え、マジでいい。ここで働かせてください。ここで働きたいんです。やばい、私、文字取られたら、ユになるわ。ユになる、ユになる。贅沢な名前だね。今日からお前の名前はユだよって言われるわ。いや、なんかさ、そのさ、結局さ、その失恋したりとか、そういうことがあった時に、次の恋で忘れようとかさ、時間が経てば忘れるとか言うけどさ、そんなことないんだよな。だってその人しかいないんだからさ、私にとってというかさ、自分にとってさ、好きな人っつうのはさ、一生心の中に残るんだよな。ね、今日からあなたは嫌だよ、やめてよ。やめてよ。でもいいな。可愛いじゃん、ウイって。ウイって可愛いね。名前。戦闘武器の名前ですね、言う。紛らわしいんだよな。こうやって闇雲に走ってる演出ってよくあるけどさ、めちゃくちゃ非効率だよな。目的地があって走ってるんだろうか。めっちゃかっこいい坂口健太郎。坂口健太郎みたいな犬顔の人好き、私めちゃくちゃ。めちゃくちゃね、ニノ、嵐のニノっておるやん、二宮和也。あの人の顔がね、マジでタイプ、めちゃくちゃ好き。でも、ああいう顔の人って女遊び激しいっていうのでね、なんかね、私はね、思うんだ。なんかクズ多め、ああいう顔の人。タクシーって知ってます？ やばいな、運命感じちゃうよ、こんなの。忘れたくてさ、食べて、やけ食いして、泣いて、吐いて、帰り道に走って帰ってくるっていう。
あそこ回ってたんだ。へえ。ドラマのクライマックスは走る以外の選択肢ないんだぞ。あ、そうなんだ。なるほど。そういうもんなんだ。こんな今傷ついてる時にさ、こんな会っちゃったらさ、コロッといっちゃうって。祭りの強靭な、頑固な精神も。夢？はあ。やばい。なんだそのお前、なんだその口説き文句。やばい。じゃあそんな松井ちゃん死んじゃったらお前死ぬのか？でも最高の口説き文句だな、それ。誰が断んねん。やばい。でも病気のこと言わなくていいの？嬉しそう。かわいい。よかったと言うべきか。まあよかったんかな。走るか草にさマグマの中に入るかに、ターミネーターかそれ以外かみたいなさ そんなさ、そんなわけないんやん。なんかパソコンに年季を感じますね。でもさ、言わないのかな。お、見た。ほう。でも本当に向き合うんだったらちゃんと言わなあかんよな。ああ、そうかもしれないね。もう少し頑張ってみようって思ったのかも。うわ、幸せそう。言わないのかな。でもいいか、ご家族、めちゃくちゃいい家族やん、マジで。ああ。10年か。AI はないです。これは特別。この人たちは特別なの。屋上で線香花火したり、桜の木見て笑ったり、スノボ行ったり、鍋パしたり、海辺のテラスで記念日を語り合ったり、そんな人なんてね、一握りなんです。
やば、マジで最高だな。このドラマフェイクだな。決めつけないの。巡ってくね、やっぱりね。うわぁ。幸せであればさ、あるだけさ、死にたくないってそりゃ思うよな。気になってるんですけど、確かに。内装のね、デザイナーの人ね。あの人出す意味あったかなって感じだけどね。登場してないと思う、多分。話に出ただけやね。階段も下がれなくなってきてるの？でも彼といる時は元気な姿のままでやってるの？そうなんだ。しんどくない？それめっちゃ。なんで正直に言わないんだろう。でも言うことでなんか、でもどうやってお別れするつもりなんだろう。やっぱ別れを告げるのかな、こっちから。残酷すぎんか。エッセイとかかな。お友達かな？お仕事を紹介してくれた。なるほどね。そういうことか。でも、そう考えてるのかな？元気なくなってきてるね、でもやっぱり。もうデフォルトで、なんかお花につけないといけなくなってるのかな。カズトって言うんだ。顔色も悪くなって。そうだね。スノボとか行けるの？なんかいいなぁ。ああ、病気のことは言ってるけど、そういうことは言ってないのか。結局。ああ、もうほんとそんな危険なんだ。辛いってその質問はさ。何そんなこと言うのよ。
なんでそんなこと言う。医者ってやっぱさ、そういう人としか関わらないというかさ、きっとそうだから、乗り越えられてないんじゃないの？やっぱ乗り越えたように見えるだけでさ、やっぱ積もってんじゃないかなって思うけどね、やっぱね。わあ、すごい。平成って感じ。わあ。何すんだろう。あ 雪剃りか。大丈夫かな、これ。乗り越えるのは無理だよな。乗り越えたように見えてるだけで乗り越えてないと思うんだよね、みんな。絶対。なんか心の底というかさ、やっぱ思い出せるんだよ、きっと。そこの底に押し込めてるだけで、あ、ちょっと待って、ちや、指輪やん、絶対それ。指輪やんか。あー、辛いって。もうやだって。鳥も病気も、うまいこと言わないで。辛すぎる。ちょっと待って、辛すぎる。どうやって言うの？どうやって返事するの？そんな。いやでも傷つかなくてよかった。傷つかなくてよかった。それだけでいい。それだけでいいよ。もう傷ついてほしくない。もう健太郎には傷ついてほしくない、私。これちょっと見て大丈夫なシーンかな、これ。お後がよろしい。ねづっち。アラスカッチ。たまごっちみたい。なんかさ、激しい運動とかダメだったらさ、こういうのもダメなんですかね？ どうなんでしょうか。いや、幸せそう。とはにこのままで、あればいいのに。かわいい。かわいい、チュー。うわー。愛されているチューだ、これ。愛されてるチュー。大丈夫なのかな？でも、こういうことして。急にぶっこんでくるな。 いやでも、チューだけだからさ、きっと。背中細いな。役作りかな、これ。
やっぱ病気の人の表現で、まあちょっと痩せ細ってる感じっていうの出してるのかな。すごいな。え、待って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 、ね、いなくなってるとかないよねこれ。え、ちょっと、もう、ちょっと、何してん？かわいそうなんだって、いつも唐突にこんな風にさせられて。そうだよ、いつもかわいそうなんだけど。いや、だからそうじゃなくてさ、言葉足らずなんだって、ちゃんと全部言いなよ。ねえ、なんで言わないの？意味わからんくて泣く。私だって泣くわ、そんなことされたら。あ、言うのかな？ここで打ち明けるの？なんでそうなるの？雪山に埋めるわ。感情どうなってるそれ。これ何年ぐらい付き合ってんだろう。5年ぐらい。あー、なるほどね。いや、ちょっとそういうのはちょっとねえ、ケンタロウがかわいそうね。ケンタロウ、ケンタロウの気持ちも考えてよ。そういう感じになるんだ。ちょっといつもちゃん付けなのにさ、呼び捨てにしてんの、なんかすごいグッとくるな。10年って決まったわけじゃないじゃん。それはイケメンかも、そのセリフは。いや、でも分からんやん、まだ。やっぱプロポーズされたからかな。もう怖いじゃん、もう怖いでしょ、もう。何のハグなんこれ？最後のハグなん？
わあ。そんなん言えるわけなくない？でもなんかさ、最初の頃のさ、ちょっと弱々しい感じのに戻ってるじゃないけどさ、やっぱ素はこんな感じなんだな。わかったなんだ、でも。どういう気持ちなんだろう。きっとゼクシー買ってなかったのし。雪山にゼクシー持ち込んどるガチ勢おったらビビるって、そんなん。なんか家族もさ、こうやって、なんていうの？手すりとかさ、介護用というかバリアフリーのさ、対策をさ、しっかりしてさ、なんか、こう、協力的なのも泣けるよな、やっぱ。でも恵まれてると思う。いや、でも恵まれてるとか、そんなん関係ないか。ポトフだ。美味しそう。なんかお母さんと娘の背丈の差がちょっと泣けんな。そうだよね。心配で仕方ないよね。だってそんなのさ。俺、卑屈なの嫌いなんですよね。そうなんだ。悲しいよね。お母さんたちの前で泣いたことなかったのかな、あんまり。お母さんマジで、
父さんも辛いし、お母さんも辛いし。ああ。ああ、もう入院してるんだ、ずっと。髪も切ったんだね。役作りすごいな。超やっついてる。でもやっぱあそこでお別れしちゃったんだね。ねえ、すごいね、コマンドなの。なんかかっこよくなってない？そういうことだね。でもさ、なんかさ、今思ったんだけどさ、その最後まで一緒にいたいとかさ、わがまま言わなかったのはさ、まあ多分この女の子の、まあ、気持ちもあると思うんだけど、こうなんか多分入院してさ、痩せこけたりとかしてさ、自分のやつれてく姿を好きな人に見られたくなかったのかもしれないね。その気持ちもあるのかも。私だったらそう思うもん。こんばんは。あ、ギフティさん、こんばんは。今映画見てんだ。ヒュマヌ。お兄ちゃんとその映画見に行きまして。あ、そうなの？今ちょっと終盤だけど、ネタバレ禁止な。でもやつれて行く自分を見せたくないっていうのはもちろんだけど、やっぱさ、好きな人の前でもさ、可愛い自分のままでいたいじゃん、ずっとずっと。だからきっと早めにお別れしたのかもね。そうだね。独立したんだね。そうかもしれん。でもそれはハッピーエンドか。でもやっぱりさ、そういうさ、なんか負の感情じゃないけど、そのこんな姿になった自分も見せたくないとか、好きだけど多分ずっと一緒にいたらもう辛い気持ちとかさ、なんかそういうのを含めてもやっぱり最後まで一緒にいたいって思えるぐらい好きだったらずっと一緒に行かなきゃ、なんかずっと一緒にいなきゃなって思うけどね。ハッピーエンド？パッピーエンド？すごい、めちゃくちゃハッピーな感じするわ、パッピーエンドって。おめでたやん。
歌がめっちゃ合ってるんですよ。あ、そうなんだ。歌まだ出てきてないな。聞くの楽しみにしとこう。バッピーエンド。だからもう。あ、パッピーじゃなくてバッピーだった。そうだね。でもそれは、病気だからとか、そういうの関係なく、その悩みは多分、いろんな人にはいるんだろうな。あるんだろうなと思う。あ、ごめんなさい。あ、全然いいよ。全然いいよ。気にしないで。わかんないじゃん。まだ助かるかもしれないじゃん。お姉ちゃん、地盤近くで見てたもんね。やば、そんなこと。祭りに。名前？子供の。涙見せないようにしてたのにな、病室から出たりして。でもさ、祭りっていう名前をつけるのもいいのかもしれないね。わー、いい店じゃん。ええー、すごい。別れたけど友達のままなんだ。そっちの方は悲しくなる。飯テロな、美味しそうだね。お店の名前。まつりちゃんの名前にしてるの。こういうさ、さっきもちょっと話してたけどさ、苦しい別れをした後にさ、他に逃げたりしないで、ずーっとその人のことを思い続けてるって、本当に辛いことだと思うんだけど、忘れられないし、絶対。ちゃんと貫いて、好きなままなの、頑張ってるの、なんか泣けるなぁ、めちゃくちゃ。愛が深いなぁ。羨ましい、そんな人に愛してもらえるなんて。消去せんで、消去せないで。ダメだって、消去したらダメだって。なんで消すの？なんで消すの？消さないでよ。残しといたらいいやん。絶対後悔するって、後から。うわ、わかん、でかした。 家族との思い出も消しちゃうの？それは残しとこうよ。一番最初のシーンだね。
わあ、最初の頃の比べると本当に男らしくなったよな。聞いてないよ。もうでも自分でもわかるのかな。最後の時じゃないけどさ、なんか近づいてるのかなって。胸の傷ないんじゃない？夢か。ちょっとブラックジャック呼んできてくれよ。なんでこんなの見せるの？めっちゃ綺麗だね。なんでこんなの見せるの？でも、ナースコール。いい人に恵まれたね、でも、カズくんは。ああ、原稿か。ずっと無言だ。ごめん、みんな。ちょっとあんまり喋んないかも。
本当だ。自転車家族も一緒にいたいだろうにね。かっこよくなったなぁ。うん、よかった。さっき死んじゃわないで。ごめん。なんかこういうのさ、すごいいいなって思うけどさ、やっぱなんだろう、泣けるわ。すごいいいって分かってるけど、カズくんもめっちゃ頑張ってたよ。きっとさ、お別れしてもさ、自分がまつりちゃんにふさわしい人間じゃないけど、胸張って会えるようにさ、頑張ろうって自分の道進もうって思ってたんだろうね、きっと。お別れすることになったとしても。ああ、もう、しんどい。しんどいわー。
桜。俺が来世で出会うもんかか。まだ死んでない。死んだとは決まってない、まだ。わからん、わからん、わからん。お花。でも、このお花は、仏壇用とかそういう系のお花じゃないと思うんだ、これは。うわぁ、綺麗だなうん。まつりちゃんどうなってるのかな。お。本当に君の名はじゃん。あ、でも最後何も直接的なことはないんや、言わないんや。今日これ寝るね。よかったなあこの映画。いやでも多分実はちょっと私これちゃんとあらすじとか読んでなかったんだけど、実話を元にしてたのかな、ノンフィクションだったのかもねこれね。で最初この方に出てきた何々、ちょっと見えなかったけど、何々へ捧ぐってやつ、きっとなくなっちゃったんだろうね。苦手なんや、キー。発狂しながら見てくれてありがとう。いい歌だなぁ。リリー・フランキーだ、そうだ、あの人の名前ずっと出てこなかったけど、リリー・フランキーや。いや、おじい。てか、脇役、名脇役すぎんか、リリー・フランキーと松重さん。超良かったなぁ。うわぁ、もう本当にもう。いや、ベタな恋愛映画だっつうのは分かってるし、なんか、小坂龍香さんっていう、ルカさんっていう人が原作なんだ。あ、そうなんだ。綺麗です。綺麗だね。ラッドウィンプス、本当に君の名だったね。ラッドウィンプスの曲って何でもラッドウィンプスに聞こえるっていうかさ、同じように聞こえるの私だけ。だからこのまま全然前世歌い始めても何の違和感もないよ。いやー、なんかひたすらいい人しか出てこなくて、とっても心が浄化されたし、
超ときめいたし、泣けたし、なんか苦しさみたいなのも摂取できたし、いい映画だったな。きっと、なんだろう、なんか物語とかみたいに、人間ってそんな綺麗じゃないから、本当に、なんていうのかな、これが現実だったとしたら、その人のことをずっと思い続けてる、その男の人がね、っていうのは、だいぶ奇跡かもしれないけど、でも、でもきっと、カズくんはずっと、まつりちゃんのこと忘れないで、心の中で、大切にしまっといてくれるんだろうなって思うと、なんかもっと泣けるな。見てよかった、見てよかったね。今すぐ心臓病の彼を出せ。もう役としても出てねえよ、その人も。出演すらしてないから。しつこいな。しつこいな、もう。きっと彼は彼で幸せにやってるよ。こういう日本映画とかなかなかストレートな映画とか見ないけど、見てよかった。わあ、待って、この歌詞いいね。行きたい意味でした、だって。でもさ、坂口健太郎がさ、マジで可愛くてさ、マジでさ、すごく、もう好みのタイプでした、あの人。私の好みのタイプの彼でした。あー、終わった。リリー・フランキーって名前、あ、そうそう、有名じゃない？リリー・フランキーって。リリー・フランキーはよくね、出てくるよね。ウォッチパーティー終わりました。よいしょ。本当だね。なんか私の画面真っ暗だね。いい映画だったなぁ。感想で一気に台無し。え？ なんでよ。なんか、なんかした？私。台無しにするようなことした？マジか。ああ、突然の辛辣さ。でも面白かったよ、本当にこの。ちょっと待って。ちょっとみんな見てくれてありがとう。なんか、一人で見てたら多分、心臓がキューンってなって、なんか、私にはそういう存在がいないことに対して、なんか、多分、しんどすぎて、ちょっともう、なんだろう、マッチングアプリとか始めちゃいそうになってたから、みんなが一緒に見てくれてよかった。寂しさでマッチングアプリなどをやってしまいそうになる衝動をぐっとこらえることができた。みんなが見てくれたから。じゃあみんな、一旦これで今日の、というか今のこの配信はこれで終わろうかなと思うんですけど、ちょっと、ごめん。ちょ、咳が。見てくれてありがとうございました。どうしようかな。この後ちょっとエイペックスやるか、ホグワーツレガシーやるかわかんないけど、なんかしようかな、とも思う気持ちもあるが、なんかちょっと泣き疲れて寝るかもしれません。もしかしたら夜中に何かやるかもしれません。またこういう回やりたい。あ、本当に？いや、なんか、その泣ける映画じゃないけど、その、一応4月かな？ 4 月にね、2回ね、ちょっと私だけじゃなくて、ファミミの子たちと、なんか同時視聴を一緒に見る回みたいなのをやろうかなって思ってて、でもここでちょっと初出しというか、スケジュール出しちゃうと、来週の、
ちょっと待てよ。来週だっけ？ルーちゃんと19日の、9時、10時9時ぐらいから、あのベノム見る、マーベルのやつ、あのさ、あれスパイダーマンのやつ、スパイダーマンの敵、ちょっと忘れたけど、ベノムっていうマーベルのやつ見るのと、あとその次の週に真っ黒のやつ、あ、そう、真っ黒のやつ、ベノムの1を見ようかなって。で、あのルーちゃんがマーベルが好きで、なんかすごく詳しいみたいだから、私ベノム初めて見るんだけど、あの解説してもらいながらいろいろ見ようかなって。で、ベノムはなんかマーベルを全然知らなくても、あの、ま、ベノム単体で楽しめる映画らしいから、そのまた一緒に見れたらいいなと思って、みんなと。で、その来週がそれで、その次の週はあのヤミさん、ヤミさんってあれね、あのオーバークック一緒にさ、あのやってる、飾りちゃんとヒーローちゃんとヤミさんっているんだけど、その紫のね、髪の長い猫ちゃんなんですけど、ヤミさんと一緒にインド映画見ようかっていう話をしてて、それもちょっと見ようと思ってるから、なんかね、映画もね、ちょくちょく見ていけたらいいなと思ってる。アマプラ全部アマプラの映画だね。だから今回みたいな感じで見ると思う、あの同時視聴みたいな感じで見ると思うから、まあ、ちょっとあのアマプラ入ってないっていう感じだとすごく申し訳ないんやけど、なんかね、コンビニなししてくる。いや、そんな無理しなくていいんだよ。でもアマプラじゃなくてもなんか多分あるんじゃないかな。ネトフリとかにもあるかもしれない。ベノムと、インド映画は。またちょっと映画の詳細はスケジュール出したり、当日にツイッターしたりするから、いいの。本当にありがとう。なんかコラボちょっと多めになりますが、あのまあ、ソロでも全然配信しますので、お小遣い入ったから本当にあんま無理しないでよ。なんかなんかあれだからね、貴重なんだからね、お金っつうのはね。でも嬉しい、ありがとう。一緒に見るためにそんな、あの、行動してくれるのは嬉しい。ありがとう。ちょっと、とか、あとはなんかあるかな。あの、一応ちょっとチラッと宣伝しとくと、明日？まだ明日か。あの木曜日の8時ぐらいに、あのツイッターでも言ったんですけど、歌ってみたを出そうかなと思ってるんですよね。まあ、本当にあの歌、私の歌声には一切期待しないでいただいて、あの頑張って声出してるなって思って見てくれたら嬉しいです。あの本当に全然あの上手くないけど、映像とかイラストとか、あのなんでミックスっていうのとかはすごい素敵な人たちが携わってくれたので、私の歌以外は完璧なんですけど、本当に何の期待もしないで、まあ一回再生ぐらいしてやるかぐらいの気持ちで見てくれたら嬉しいです。明日の8時ぐらいにあの公開しますんで、 YouTube で。もう学生だったらアマプラ格安だぞ。ああスチューデントってやつ、ああそれいいじゃん。高校生も適用されんの、それ。高校生も適用されんのかな。しょうがねえな。ちょっとね、ちらっと、なんかこの、今日見た映画を見ると、この映画っぽい曲です。なので、ちょっとあの、今日見れてよかったな、この映画は。借金11億あるから大丈夫だよ。借金11億って、もうさ、国家予算並みにさ、借金してんじゃん。勘弁してくださいよ。こんなとこで映画見てる場合ですか？高校生アマプラ割引。大学生だったらね、いろいろね、安くなるよね。学生版。月額250円なんだ。安っ。アマプラ。半額になるんだ。学生だと。で、しかも、6ヶ月お試し無料なんだって、アマプラ。
ね、学校卒業するまで250円で月々、安すぎん？あ、でも、あ、高校生は登録不可って書いてあるな、これ高校生は登録不可って書いてあるな。高専生はいいって書いてある高専生、大学、大学院、短期大学、専門学校、高等専門学校で、まあでも月々500円、でも高校でやればいいのにね。なんで大学生じゃないとダメなんだろうね。学生なんだからいいのに。なるほどね。学籍番号とかいるんだ。へえ、しっかりしてんだちょっと脱線しちゃった話が。ちょっと一旦ちょっとこの枠は終わりにして、この後もしかしたら夜中にエイペックスかホグワーツレガシーチラッとやるかもしれないけど、まあやらない確率の方が高いでしょうっていうことで、今日はというかこの配信はここで終わりにしたいと思います。皆様見てくれて見守ってくれてありがとうございました。みんなと一緒に見れて楽しかったです。情報ありがとうございます。ごめんね、なんかあんまり役立つ情報がなく。お、なんだって、アナスカさん100ビッツありがとう。どうし、あれかな、映画情報ないかなありがとう100ビッツ、いつもありがとうございます11億の借金を抱えながら100ビッツありがとうございますおっとです、ありがとうね、みんな。じゃあまあお休み言っとくわ、とりあえず。もしかしたらやるかもしれないけど、この後。月額でやろうかな。あ、そうだね。同時視聴は、だいたい、今決まってるのだと、最短で19日。で、23日にやろうと思ってるから、ただそこの入会した時から1ヶ月だから、ちょうど4月の19とか、その、だから同時視聴の時に入れば、5月の19日まで、1ヶ月500円かなで、できるから、てか無料体験版とかあるんじゃない？多分、2週間ぐらい。普通だったら。だから無料でできるかもしれん。見るだけだったら、2週間だけ。ちょっとその辺は、見てもらって、すいませんが。よろしくお願いします。はい、じゃあ一旦配信終わりますね。はい、見てくれてありがとうございました。やばい、ちょっと待って声ガラガラなんやが。おやすみなさい、みんなおやすみ。じゃあね、ありがとう、楽しかった配信。バイバーイ。今日終了画面なしにすんで、このまま切っちゃうわ今日は。おやすみ、あ、セミリアさんおやすみ、ありがとう、見てくれて。じゃあね、のせちゃんと、セミリアさんと、アラスカさんと、でも見てくれ、クリードールさんと、まあ、みんな、おやすみなさい。じゃあね、バイバーイ。終了します。はい、バイちゃん、おやすみー。じゃあねー。